申し上げた時に言わなくても笑ってくれるし、どこでも不倫だったりそんなにハードルの低いお客さんいないですよ今もそうでしょ。そうか、そこですか。そんなことない。最高です。そのね、発見は中にずっといるとないですね。分かんないです。だからやっぱり相対的なその比較対象が必要なんですよ。全世界の、各国の面白いですよ。それなりに全部それぞれの魅力もあるし、日本は海外に行って比較して初めて見ると思ってね、あと違うものだとか忘れちゃうんですよ。僕、バイクに乗ってますけど、鍵差しっぱなしにするとですね、盗まれることないです。なぜかというと、時間がいいと俺が乗ってるバイクはちょっと出さないです。そうか、ちょっと汚いです。日本人は高級です。Thank you.